はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、遺言の基本事項、民法960条から966条の内容について解説いたします。ただ964条の包括遺贈と特定遺贈についてはちょっと今回の動画では解説はしておりません。まあ、それ以外の条文について解説していきます。で、これは、まあ、全ての遺言について言える内容です。ご存知かもしれないんですけども、遺言っていうのは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、まあ、3つあるんですね。その3つ全てにおいて関係する内容になっております。で、まず1つ目が、遺言っていうのは民法で定める方式に従って書かなければなりませんよっていうルールがあります。これどういうことかというと、民法では自筆証書遺言についてはこうやって書いてくださいね、公正証書遺言についてはこうやって書いてくださいね、秘密証書遺言についてはこうやって書いてくださいねって書き方が決められているんですね。その書き方に従って遺言は書いてくださいというふうな内容です。これ言い換えると、そのルールに従って書かなかった遺言については無効となりますので注意をしておきましょう。で、2つ目、満15歳になれば、まあ、15歳に達すれば遺言することができます。つまりこれ未成年者であっても遺言ができるって話なんですよ。18歳未満のものであったとしても単独で遺言することができるんですね。また未成年者以外の制限行為能力者、例えば成年被後見人だったり被補佐人とか被補助人、まあ、こういった人も単独で遺言することができます。つまり未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人全員について単独で遺言することができるっていう話なんですね。保護者の同意はいりませんよという話です。で、続いて、胎児に対して遺贈することができます。遺贈っていうのは遺言によってこの財産を贈与しますよって書くこと、これが遺贈ですね。遺言によって贈与するっていうイメージで大丈夫です。で、この遺贈の対象者、つまり遺贈を受ける側ですね、これ受贈者っていう言い方します。受贈者っていう言い方するんですけども、胎児に対して遺贈することができるわけだから、胎児は受贈者になることができるという話なんですね。胎児っていうのはまだ生まれていないけれどもお腹の中にいる赤ちゃんのことを言います。そのものに対して遺言によってある財産について贈与しますよっていうふうに書いても、これは有効ですよっていう話ですね。で、4番目、相続結核に該当するものは受贈者になることができません。まあ、いわゆる受贈結核ということですね。例えば被相続人を殺害しようとしたとか、もう実際に殺害してしまったとか、こういった人っていうのは相続結核ですね、相続人になることができません。で、かつ受贈者になることもできないんですね。例えば私がある財産を A さんに遺贈しますって遺言で書いたとします。つまり受贈者は A さんですね。で、 A さんがその遺言を知って私を殺そうとした、また殺したというのであれば、この A さんっていうのは受贈者になることができないわけだから、その財産を受け取ることができませんよっていう話です。まあ、これは当然ですよね。で、5番目、これちょっとややこしいんですけども、条文には被後見人が後見の計算の終了前に後見人、その配偶者、これは後見人の配偶者です、また後見人の直系貴族の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効ですよっていうふうなルールがあるんですね。まあ、ちょっとこれ原則です。ただし例外として、この後見人が被後見人の直系血族、被後見人の配偶者、被後見人の兄弟姉妹の場合は、これらのものの利益となる遺言も OK ですよっていうふうに例外では規定してるんです。この原則例外ちょっと分かりづらいんですね。まずこれは例外から先に解説します。まず後見人と被後見人がいますよね。
ここをまずちょっとイメージしていただきたいんですけども、後見人っていうのは成年後見人と未成年後見人に分けることができるんですね。で、まあ成年後見人については成年非後見人の保護者ですよね。未成年後見人の場合は、例えば親がいない未成年者の保護者といったイメージです。例えば未成年者で、親御さんが交通事故で亡くなってしまったといった場合の保護者、これが、未成年後見人ですね。で、成年後見人や未成年後見人、まあ保護者となる人が非後見人の直系血族、つまりまあおじいちゃんだったりおばあちゃんだったりですね、また非後見人の配偶者だったり、また非後見人の兄弟姉妹の場合、こういった場合はこれらの人の利益となる遺言だったとしてもそれは OK なんですね。これどういうことかというと、非後見人が遺言する場合の話なんです。非後見人が遺言する場合、その保護者の有利になるような遺言をしてもこれ OK ですよっていう話なんです。この例外の場合っていうのは保護者がいわゆる身内ですよね。非後見人の直系血族なので、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、また非後見人の配偶者とか、また非後見人の兄弟姉妹なので、非後見人、いわゆる遺言する人から見ると身内の人なんですよ。なので、まあ、こういった人についてはこういった人の有利になるような遺言だったとしてもこれは OK なんです。ただ原則の方を見ていただきたいんですけども、これっていうのは身内以外の人の場合の話なんですね。赤の他人だった場合なんです。後見人が赤の他人だった人の場合です。いわゆるまあ第三者、まあ、一番多いのが弁護士さんとかなんですけども、例えばその弁護士さんとか弁護士さんの配偶者とか弁護士さんの直系血族お子さんだったりとか、そういった人の利益となるべき遺言をした場合、この時は無効です。その遺言は無効です。これは赤の他人だからなんですね。やはりこれ力関係で言うと、非後見人と後見人の関係で言ったら、やっぱり後見人は保護者なので、後見人の言うことに従う場合ってやっぱ多いわけですよ。まあ後見人の人が言ってるのであれば、まあそれに従おうかって言って遺言しちゃうとかね。なので、もうそういったものについては無効にしましょう。という話です。ただ例外として身内の人であれば、まあそれはまあ別にいいでしょと、そこまで制限をかける必要はないでしょうということで例外的な扱いをしております。まあこの5番ですね、この5番の内容がすごくややこしいです。非後見人が後見の計算の終了前に後見人等の利益となるべき遺言をしたときはこれ無効ですよ。まあこれすごく分かりづらいんですけども、これは先ほども言った通り、まあ、赤の他人である後見人等に利益となるような遺言した場合はそれは無効ですよっていった話です。まあ、そのように理解をしていただければ、まあ、この条文の内容もそれほど難しくないのでイメージしやすいんじゃないのかなと思います。これは遺言の基本的な内容なんで全て頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。